皆さんこんにちは竹信美恵子の信じられない本当の話の時間です今日はこのものすごい物価の急騰の中で最低賃金がどうなってるのかっていう話をみんなで話し合っていきたいと思うんですね今物価がものすごく上がってるっていうのは皆さんご存知と思います消費者物価指数こんなにどんどんまあ、初めかなり金融は吸収して頑張っていた時期があったと思うのですがこの9月の時点で 3.0%前年同月比で上がっています、まあ、原因は、えっと、原油高と急速な円安というのはご存知の通り例えばですけれども食料が身近なものですよねこれが前年同月比4%以上上回っていて、えー、1981年8月以来41年1ヶ月ぶりの水準で食用油食パン唐揚げ こんなに上がっているしかもこれから冬に入りますがえエネルギーも全体で大幅に値上がりしていますしそれから電化製品も上がっているということで生活への影響はととてても大きいっていうことがまあ見えてくるわけですね、はいでまあ、最低賃金もこの10月から引き上げになるのであちょっとほっとできるかなって思う方も多いと思いますけれどもこれが実は見合っていないじゃないの いうののが今日のテーマになりますえっ、ー、と最低賃金は何だか年一回、えー、定期的に引き上げればもうそれで終わりかなっていうふうに思われるんですけれどもただ今のこの急速な、えー、物価高はもう異常ですよね。でそれに対して、えー、それでいいのかとそれに対応した、えー、もう一段の引き上げって普通はやってもいいんじゃないのというような意見の方々。 それが労働組合の人たちを中心に出てきていますが今日はそれでゲストの方々三人をお招きしています、えー、と最初に川添さんですね川添誠琴さんですが、えー、と自己紹介をお願いしてもよろしいですかはい、はい、えっと今ですね私たちはの最低賃金大幅引き上げキャンペーンという運動をやっていますで これはですねあの労働組合いろんなあの運動の潮流があってナショナルセンター連合とか全労連とかありますがそういったところを超えてですねえ労働組合の人たちが集まって最低賃金を時給1,500円全国でえ同じ金額にしようということでこの6年ぐらいいですすね活動していますそれではえと石渡さんあのにもおいで願っています石渡さんご自己紹介をお願いしてもよろしいでしょうか、はい。 はい、あの中小企業家同友会の全国協議会の政策委員長をやってます石渡と申しますでまあ私の会社は横浜でですねそれからまあ最近に関してはですねあの同友会はまあ経営者の団体ですけど今の社会情勢とかあの国民の購買力なんかを 考えると最近は上げるべきだという考えを持っている経営者の団体です。以上です。はい、ありがとうございます。えっとそれとまあそのような状況の中で現場では一体どうなっているのか今のままで大丈夫なのっていうことを今日お話しいただきたかったんですが渡辺さんどうぞ自己紹介お願いします。はい、はいえー、全国の政協での仲間で作る。えー 都道組合成協労連であの初期次長をしております渡辺理香と申します。よろしくお願いいたします。あの成協は約6万5千人が今労組員がいるんですけれども、その6割があの パートやアルバイト、えー、非正規で働く時間給で働く仲間がいるので、この最低賃金の引き上げはあの大いに関心があることですし、望んでいるものっていうことですので、活動を一緒にしております。よろしくお願いいたします。はい、生活に必須ということですよね。はい、で、まあ、川添さんですが、えっ、ー、と、はい、最低賃金大幅引き上げキャンペーンでこれまでも活動されてきたわけですけれども。今回？ ちょっと普通に考えたらびっくりの要請を、えー、と10月24日でしたでしょうかあの厚,労省に厚生労働省にしてますよねもう一回引き上げろっていうそういう、えー、と要請なんですが最低賃金はあの通常であればあの、えー、年に一度ですね、えー、10月に、えー、最終的な金額が決まるという。 これは審議会で決まるんですが、中央最低賃金審議会っていうのがあって、はい、これですかね、中央最低審議会、どうぞ。はい、で、あのー、そこで目安ってものが出たあと、地方の最低賃金審議会っていうのは都道府県ごとにありまして、でそこで、えー、厚労士の代表が話し合って決めるとお、まあ、学識研究者と、それから労働組合の代表、それからあ経営者団体の代表が話し合って決めるということになっています。 で10月に新しい最低賃金の金額っていうのはもう決まったばかりで、うんえー、今それが動いているところなんですが、はい、問題はですね、えー、今回今最低あの物価の上昇が先ほどのグラフに出ていたように、うん、毎月毎月ものすごい勢いで上がっている状況で,、はい、でそうなるとですね今の最低賃金を審議するときに使った経済データっていうのは、うん、あの8月までなんですね。うん、だからそれ,それ分が まででで反反映映ししてるんすすけどそれ以降は反映してないですよ、うん、9月分も反映してないし10月分も反映してない。あうん、で今度あの10月分は11月の18日にあの出てきますけどおそらく物価はさらに上がっていると。うん、だから今決めたばっかりの最低賃金がすでに今の物価上昇を全く反映してないお菓子。 なるうん、これではおかしいだろうと、ええ、この今の異常な物価高に合った形で、うんえー、最低賃金を制度としてもともとの制度の考え方で、えー、運用するならば、はい、もう一回審議をしてでもう一回新しい水準の、うんえー、金額で、えー、出しても決めてもらわないと生活ができない、はい、確かに というこの非常にシンプルなことを私たちが訴えているんですが、はい、問題は、ね、先ほどその、えー、と政府の立場の問題なんですが、えー、政府、この間あの岸田首相がです、ねえー、賃上げを経済団体に対してです、ね、賃上げをお願いしますみたいなことをいろいろ言っているんですけど、はい、一向に最低賃金の話しないんですね。うん、で経営者団体の ええ何人かの人は賃上げをしなければいけないっていうふうに言い始めていますが、はいえー、その人たちもじゃあ最低賃金の問題どう考えているのかっていうこと何のコメントもないんですよ。うん、不思議ですよね。本当なんですよね。うん、で一番影響力も大きくて、うん、一番賃上げにインパクトがあるのは間違いなくですね。はいはい、最低賃金なんですよ。あちょっとっグラフがありましたよね。えっと最低賃金改定で賃上げとなる労働者はこんなに増えているって。はいはい日本経済新聞のあのグラフですが。はいはい。はいはい、で まあこれ影響率っていいますけど、うん、まあ細かく言う必要もないと思いますが、はい、あのとにかくち一番生活が大変な人たちっていうのは、うん、あ賃金が低いわけですから、うん、この人たちの賃金水準をい,いかに上げるかというのがあ生活困窮対策としても重要ななはずなんですね、はい、今国や自治体は何万円この給付するとかんだとかっていうのをこまごまやっていますが、うん、そんなことよりも最低賃金を上げるっていうことの方が全体に行き渡りますし。うん えー、効果が高い、はい、でこれをまずやらないといけないという話なんですね。というとなんですね。あま決め方が違うので、はい、日本の場合審議会なので審議会を開いて決めてくださいっていう理由しかないんですが、はい、フランスの場合はその物価に合わせて、えー、物価というかその平均的なあ賃金水準 に対して何割っていう決め方なので自動的に上がるのですね、うん、でそういうふうにあの国によってそういうことで決めてますからまあ賃金があ最低賃金上がるですね、うんえー、日本はあの最低賃金審議会で決めるしかないので法律上、えーはい、ですのでもう一回ひ開く必要があるとなるほどそのイニシアチブを取れるのは、うん、あの政府なんですね政府が決めればいいことなんですが。はい それを一向にやる気配がないということでえと今私たちこの厚労省にですね要請にこの間10月にも行ってで今度11月18日にもあのやり取りしますがあのまあ野党の国会議員の方にもあの立憲の共産え社民え令和などにもいろいろお願いをしているところですがこれを動く 年内にににぜひ、うん、あの動きを作りりたたいといいいととうううふうに考えているところでで、はい、ですすすそねね役に立たないのでは困りますよ、ねはい、フランスはこの急激な物価高に合わせてもう1年間で4回も上げているという、はい、そういう仕組みでやっていますから、はいえー、働く人を助けてほしい、はい、そのためには、えー、と労働安全セーフティーネットをたたき,叩き起こしてほしいとこういうことになると思います。ということですが、えー、とそういう中で渡辺さん 現場から見たらどうですか。はい、そうですね。ねあの、先ほど申し上げた通りに、生協で働く仲間は、あの、パートアルバイトの労働者がたくさんいますので。 あのそこで働く時間給は、まあ、地域ごと最低賃金の影響をすごく受けるんですね。でまあ労働組合のある職場ですので毎年春闘期には当然あのベアの要求も出しますけれどもそうは言っても採用時給がそもそも最低賃金に張り付きの状態で,で働いているのでこの物価高騰にあの本当に対応できないという形で。であの 職はで働く仲間なんですけれどもあのどうしても地方に行くと、まあ、東京とかは23分待てばバスや電車が乗れる状況ですけれども地方はあの車ががないと生活ができないんですねですので、まあ、ガソリンは当然あの必要ということで去年に比べて月にやっぱり5,000円ぐらいあの燃料費がかかるっていうこともありますしあ<ー>まあ逝去はあの食料にたくさん扱ってますけれどもこの。 物価高騰で、まあ、さまざま、11月からも値段がすごく上がってきている状況で、で何をまあ節約すればいいのか分からないっていうことで、うん、結局、あの、必要経費除くと、あとは食費で削るしかないっていうような状況が続いてるっていうことですし、うん、まあそもそも、あの、非正規で働く仲間ですので、なかなか、あの、えー、最低賃金に引っ張られる状況だと、もともとの生活が厳しい状況にあるということですし、うん、あの、今は、 えーまあ、結婚して暮らしていても、えー、家族夫も妻も、まあ、非正規で働くっていう方たちが増えてきているっていうことを考えると本当に中にはダブルワークトリプルワークをしなければ生活できないっていう状況が続いていてでこれはあのこの物価高騰ではなくてこの間政教、えー、労働が行ってきているあのパート労働国書というものを使あの作っているんですけどもそこの中でも語られていて。 えー、まあ今年度もやるんですけれども9年間同じ状況であの変わっていないっていうことが続いている、うん、でまさに今年のその最低賃金の引き上げまあ30円台ですけれども。 そこには追いつかないような物価高騰をさらに苦しくなっている状況がということで緊急にあの最低賃金を引き上げるために再度審議をということでみんな、はい、思っていますすそうですよね、まあ、地方はお金かからないだろうってよく言われますけども実はあの車のガソリン代がものすごいですからす、はい、公共交通少ないですからね、えー、そうなると今回の物価高の局面というのは直撃ですよね。そうですはい、はい あの今おっしゃった、えっと、パート労働国書っていうのはこのように形で労、はい、の,のネットかから取れるんです国書の方はあのネットではないんですけれどもどういうふうに形を作っていくのかということで、はい、今ブルーの,あの掲げていただいてますけれどもそちらの方は「あの政教労連」のホームページからあの。 リーフをあの取ることができますでその中にも、まあ、最低賃金は1500以上にというような中身が書いてありますしでさらに、まあ、どういうふうにしてその財源を作っていくのかということも、まあ、政教労連が考える政策ですのでそんなものも掲載しています、はい、ありがとうございます、えっとまあ、そういうような働く人の側からの悲鳴みたいな声が今ずっと続いてきたんですけれどもや、えっと採用するその側の経営の方たちからは どううなんでしょうか結構中小企業の方たちは今回の局面で経営苦しいし原材料も上がってますしあの賃金上げるってどうなのかっていうそういうふうにあの心配になるわけですけれども柴田さんいかがでしょうまずあの最低賃金はですねやっぱり国民の購買力の向上ですとか、うん、まあ地域経済の活性化という観点から、うん 非常に重要ななな課題で、えー、実現していかなきゃいけないいかけと思いますそれから、えー、今年はですね、えー、物価が3%上がって多分あの10月は3%台後半の物価上昇ということになるんだろうと思いますけど、うんまあ、そういった意味で、えー、最低賃金に関してはちょっと例年と違う状況が出てきてるっていうのも、うんまあ、事実だろうと思います。 ただまあ中小企業では最低賃金を上げるということは結構大変なことなんですけれどもえ例えばですねあの年間の賃金がある金額を超えていくと税金とか社会保険料がかかってくるんで11月12月っていうのはパートで働いている方が仕事量を減らすあのということも起きますんで。 その壁を越えてもです、ねはい、実際の手取りの所得が減らないような対策例えば所得がある壁を越えても例えばその人にかかる社会保険料を国が補助するとかそういう形で壁を越えても、うん、あの実際の収入が下がるというようなことがなくなれば。 あの、うん、時間をセーブするという方も減ってくると思います。うんそ,すね、それから中小企業自身もですね、うん、社会保険料等のあの企業の負担分が出てきますので、うん、やっぱり中小企業に対してはそういった補助金をね、国の方から出すというようなことも必要だろうと思います。うん、国の中小企業予算って年度当初に組まれるものは。 千数百万台でこれもう30年ぐらいい変わってないんですね<ー>その辺のやっぱり予算を増やしてもらって中小企業の経営者も最低賃金は上げたいという経営者も多いと思いますのでそういうことを企業がやりやすくするということも大事じゃなないいいかとと思まますす、うんうん、るほど、はい、ありがとうございますいや本当は、まあ、上げたら企業にもいいことはたくさんあるんだけどでもそれをやってしまうにはいろんな条件が必要だよねっていうそういうお話ですよね。 先ほどもグラフがありましたけれども最賃を上げることについてはその必要だというか、ね、物価高騰への対策には必要だという方がこれはあの経営者の方でも7割ぐらい近くいるでも影響が、えー、その経営に影響があるっていう方が43.6ですからとても影響があるを合わせると,、えー、と778割ぐらいですね。 いるってことこですから今島田さんがおっしゃったとおりそこをうまくこなしていかないとせっかく働く人は楽になっても経営側が経営が持たないとなったら元も子もないとこういうことで非常にあの重要な政策が必要になってくるということになりますよね、はい。ということで先ほどの島の田さんのお話中に、えー、と海外の就職費用の補助のグラフが 出ましたけれども、これで見ると、例えばあのフランスなんかは先ほど最低賃金引き上げる仕組み連動して引き上げていくっていう仕組みになっているそうですが、えっと社会保険料の事業主負担軽減にとてもお金使っていますよね。これないと中小企業は本当に大変だと。 思いますで、まあ、あの韓国なんかでも中小企業向けの人件費の支援してるっていうのがこのグラフから出てきていますし、まあ、減税というのもまあアメリカのような形であるいろんな方策を取りながら中小企業を支えてでそれがあればまあ最低賃金引き上げでも耐えられる景気も良くなるとそういう好循環が出てくるんだってことになるんだろうなと思うんですけれども、えっとまあ、そういう中でですねあの そのえー、と今、いろんな条件が出てきましたけれども川添さん、はい、あの今、えー、と経営側の方の意見もご意見も伺ってどどううででしたかどうですかすやはり今の、うん、日本の経済政策として最低賃金をどう位置づけるのかという議論があまりにも弱いと思うんですね。あうん、であの、最賃審議会での議論に任せるという形に形式になっていて、うんうん、政府も経済界も最低賃金について積極的な意見を言わない。で えー、実態はあの先ほどそのあの石渡さんからのお話にもあったように渡辺さんのお話にもあったように、うん、実際に物が売れれななくなってるわけでですすねねそは当たり前よ賃金が上がらなくて、うん、むしろ下がっていてで社会保険料は年々上がっていて、はい、で手取り分が減っている、はい、でそれに対してさまざまなあの給付ですね。うん、例えば自動 手当とか児童扶養手当っていうのが十分なら別ですけどもそういったものも少ない結局実質的な賃金部分可処分所得ですね使えるお金が減ってるわけですからこれだと物売れない余計悪いっていう循環になっていてこれを転換しなきゃいけないっていうのはこれ政府も含んで分かってるはずなんですよ。分かかかっっっててる何が必要たらら賃金を上げそれ あの社,社会保険料を払えない人については免除の枠で、うんはい、の税金をそこを投入するっていう、はい、そのシンプルな話だと思うんですね、うん、あとまあ給付の部分を増やすっていうこと、はいうん、で実際もう本当にこの間うちの近所の本屋さんで本買った時にその経営者の方とお話したんですけどお店の人にも賃金上げたいんだけどもう今本が売れないとあ<ー>で特にまあ漫画とか雑誌が売れないって言ってましたけど<ー>で。 そうなるとその上げたくても上げられないって言って、うんでまあ、私最低賃金の上げたいって上げなきゃいけないと思うんですけどねって言ったらもうなかなかそれも大変なんですよねって,っておっしゃってたんですね、うん、だから社会保険とかこう免除するされるとどうですかって言ったらそれは本当にありがたいって<ー>おっしゃってたんですねだから経営者の方もまあ実際上がらないと物が売れないし、うん、えそうしないと自分のとこの時宿ってるい 労働者に対しても賃上げもできないと、うん、で働く意欲も引き出せないと。だからあの全体がおかしくなっていると思うんですね。うん、これに手を打つんだとしたら経済政策として最低賃金はどう位置づけるのかっていう大きな議論を、はいえー、国がやってもらわないと賃金は労使でだけで決めるんです。うん、あとはもうだから経済団体お願いしますみたいな話では済まないし、うんうん、しかも大企業の賃金が上がると。 あの下の方まで、えー、低賃金労働者まで賃金が、ね、トリクルダウンで落ちてくるというような状況で全くないわけです、うんはい、経済状況が。うん、ですから、岸田首相がやらなきゃいけないことは経済団体に賃金を上げてくださいというふうにあの言うだけじゃなくて、うん、最低賃金をどうやったら上げられるのかということを本格的に構えることなんだと思うんですよね。 可能だっていうのはじゃあいくらいくらに上げなさいっていう話を指示するっていうのは制度上無理だし、うん、しかもそういう話をし,してくれって我々も言ってるわけじゃないですよ。うん、物価に見合った形でもう一回この間数か月前に審議したのと同じ手続きでいいから、うん、もう一回審議会で審議し直してくださいと、うん、そうすればまた違う水準が出てくるんですよ、うん、自動的に。 だからそういう議論をあのちゃんとしてもらいたいと今は審議会があ決めた水準っていうのは、うん、実際に今のち物価高に全然合ってないんだから、うん、機能してないんですよ、はい、今の最低賃金は、うん、おかしな話になっていると、うん、今のもともとの制度上もおかしいと、うん、我々は時給1,500円とか全国一律って言ってます,言ってますけど、はい、それは。 次の段階の話で、うん、今緊急に必要なのは今の物価高に合わせて最低賃金をということだと、はいうんで。それはできるしやらないと日本の社会は壊れる。はいうん、それは間違いないと思います。いや全くそうですよね。今あの、えっと、地域別最低賃金の要件といいますか、まあ、最低賃金法っていうのがあっていろんなこと決まっていますよね。でそれで見てもこの労働者の生計費労働者の賃金 通常の事業の賃金支払い能力3つが勘案して決めるというのがありますけれども石渡さんのお話だと、まあ、3番目の支払い能力この部分を、えー、と社会保険とかなんかでちゃんとすれば、まあ、なんとかなるはずですよね。それから、まあ、労働者の整形費は 健康で文化的な最低限度の生活ということですけど渡辺さん、はい、健康で文化的な最低限度の生活今の最中の引き合い方で大丈夫でしょうかいえ、え食事を我慢するとか例えば えー、あの先ほどお話しした通りパート労働国書の中ではあの洋服を買わないとか自分が病院にかかるのを我慢するですとかで子どもがあの親の働き方を見ていて進学を諦めたっていう話がたくさん出てくるんですね。うん、そういうことを考えるととても健康で文化的なあの生活とは言えないというふうに思いますし私が、まあ、人それぞれ違うと思いますけれども、うん、健康で文化的な生活っていうのは まあ、好きな本を読んだりとか映画を見たりとかたまには旅行に行ったりとかって好きなことをできるっていうことが、えー、健康で文化的なっていうことだっていうふうに思いますので何かを我慢してっていう生活では違うっていうふうには思っています。そそうで法条ですすよよねねこののの条条ににはは最低法必要があるると認める時はその決定の例により 改正または廃止の決定をしなければならないって書いてありますから。一雄さんの先ほどのお話は別に、すごく異常なことを言ってるわけじゃなくて、法律に則っ,った要求ってことになりますよね。うん、そうですね。あの特に、あの八月のですね。えっ、ー、と。中央最低賃金審議会での公益委員見解っていうのが、こう書いてあるんですね。今後公益委員見解の取りまとめにあたって、前提とした。 消費者物価等の経済情勢に関する状況認識に大きな変化が生じたときは必要に応じて対応を検討することが適当であるというふうにわざわざ書いてるんですね。でこれはもう物価高の状況なので、えー、別のことをあの考えなければいけないっていうことをあの書いてるわけです。でそれを踏まればもう一回ですね中央財政賃金審議会を開いて。えー 再改定すると、うん、いうことは極めて合理的だし、はい、あの。これをやらなかったら、何のための最低賃金審議会にると。役割果たしてないじゃないかって話になると思うんですね。はいはい、うんあの石渡さん、今いろいろ働くのからいろんな話が出ましたけれども。えっと、この再改定の問題ってどうお考えになりますか。はい、あの、今言われたように、日本の場合は最低賃金が審議会。 これ開かなければ帰れないなわけですから、うん、言われたように物価なんかがここ数か月でも大きく物価の上昇幅が上がってますので、うん、やっぱりルールとしてやるにはやっぱりそういったことをやらないとできないいだろうと思います経営側としても、えー、取り組んでもらった方がいいということになりますよね。はいまあ ただその割には先ほどもいろんな制度社会政策としてちゃんとできてないというご意見もあちこちから出ましたけれども柴谷さんおっしゃったように上がると130万円の壁とかいろんな女性の働き方の壁があって労働時間短縮されちゃうっていうそういう大きな構造問題もあるっていうのご指摘もありましたがその辺いかがなんでしょうね、まあ、今はあの人手不足が、まあ、中小企業っていうのはかなり減っ、うんえー 厳しくなってきてきますんでそうするとせ,せっかく再賃が上がって、うん、再アップっていうような形で上がってもですね、えー、130万円とかの壁を超えるんだったら時間を減らすってことをやられたら人手不足がさらに厳しくなりましたけど、まあ、先ほども言いましたように超えても130万円のを超えてもですね働いている方の あの手取りが減らない形にしてということをやっていただければあの中小企業としてもを上げるってこといこは非常にやりやりすくなるんじゃないかなと思いますな、うん、なるほどなかなかこの一定のバーを超えるとその手取りが減ってしまう社会保険の制度とかそれからまあ税金の問題とか、はい、たくさん問題がこれまでもずっと指摘されてきて、えー、なかなかそこが変わっていないという ことともあると思うのですが、えー、とそれがあったとしてもそこのバーを越えてもちゃんと、えー、利益が戻っ,え戻ってくるとっていうか確保できるそういうようなぐらいまで最低賃金が引き上げられれば社会人っとかそれぐらいやってほしいかなっていう気はやはりしてしまいますけれどもさてそういうような状況でこれはやはりあの、えー、最低賃金を実態に見合って で引き上げるような審議をしその中で中小企業がちゃんと持つような形での支えをどう作るかも合わせて立案していただくとそういう形が出てこざるをえないというような状況になってきましたが最後に皆さんにですねじゃあ何が必要かっていうことですがいろいろ話をしてきて、えー、これをもうあ,のあればこれがあれば日本でも言いますか最低賃金は生活に見合った形に引き上げられる

責任を持って考える理由だと思います,、ねすね、だからこれ,これが低賃金の労働者をこのまま放置しておくっていうことなのか、うんはい、どうなのかってことですねだから、うん、あのえっ、ー、と竹野部さんさっきおっしゃったからあの、えー、と骨太の方針には最低賃金の時給1,000円を今、うん、日までにっていう目標があるわけですけど、はい、時給1,000円でもう引きすぎる、うん、で全然お話になる、はい。でじゃあ その我々が言うような時給1,500円っていうのはほ,とほぼあの我々的には最まともに生きるための最低ラインだと思っていますけれどもそういうことを実現したときにさまざま例えばあの、えー、じゃあ会社が持ってる使用者側が持っている社会保険料をどうするのかとかそういったことがあるわけですけれども。うんはい そういったことも含めて、全体を見直す必要が、もう出てるんだと思うんです、ね。そうですね。で、賃金の問題は、最低賃金を上げない限り、うんえー、もう上がらないっていうのは、うん、まあ、先進資本主義国では、ほぼそうなってるわけですよ。うん、だからこのか、この間、この間、こ、世界中で起こっていることは、先進国で起こっていることは。うん、例えば、ドイツなんかは、最低賃金制度がなかったのに、作ったわけですよね。うん、で、そ、あるいは、アメリカでは。 あの連邦最券時給7.25ドルだったのを時給15ドルにするっていう、うん、まあ運動とあと政治家もそういうふうに動いてる民主党なんかはそれを強く主張してるわけですね、うん、でだから時給15ドルって1700円ぐらいですからね、うん、だからもう全然違う状況に世界中が動いてると、はい、そ,れそれに対して日本はどうするのっていう話が、うん、このまま低賃金で えー、物が売れなくて不景気なまんまで、うんはい、えー、行くんですかっていうことが問われているだから経済政策として最賃をどう位置づけるのかっていうことを、ねはいええ、外国やってるんだから <laughs> 日本はやってくださいよとなるほど、ええ、うそうですね。円っていうのは えとなんかよく適当に言ってるんでしょみたいなこと言われて違いますよちゃんと裏付けあるんですよっていうふうによく私もお話しするけど加藤さんそれ裏付けあるんですよ6年前に私たちあの時給1,500円の運動を始めたんですけど、うん、でそれはあの最初はなぜかっていうとあの、まあ、その時労働組合は大体時給1,000円って言ってたんですね。うん、で えー、低すぎると思ったのとそれとアメリカが時給15ドルの運動が Fight for、うん、$15 っていう運動がすごく盛り上がって,て、はい、マクドナルドでストライキやったりしてたんですね、うん、でそれに合わせて、うん、アメリカで15ドルだったら日本で1500円だろうって言うんでやったんですねでじ1500円何か意味があるのかって あ、でもその後にほら、なんか全国調査やったじゃないですか。はい、生活調査ってかかる経費を調査する？あの世間市調査は、うん、あの全労連が主にやっていて、はい、あの渡辺さんの方が詳しい詳しいです、ね。渡<の>そうですよね。千五百点七と生きていけないっていう調査を確かされて、はい、それは地方もえっ、ー、とその東京とかまあ 都市部も同じだって同じですね。もう1500円以上、もう1600円とかっていう金額がまさに数字としてはあのどこで暮らしても1 6 0円、1500円、1600円以上必要だっていうのうあの結果としては出てます。それはあれですよね。いろんなところで皆さんが実際生活をしてみて最低限生活できる経費っていうのを積算してみたんですよね。そうです。あのマーケットバスケット方式っていうのを取って必要なものをつなげていくっていう方式ですね。 はい、それで言ったらえっと月にいくらいくらそれを労働日で割ると、はい、労働時間で割っていくと1500円ちょうど出ちゃったっていうさ、はい、そうですはいうんやっぱりアメリカの15ドルって人間の生活っていうのは <laughs> なんかやっぱり共通したものがあるのかもわからないですねそうですねあの、えー、1500円で、はい、で年間1800時間で計算すると、えー、あの年収で270万円なんですよでまあ270万円でイメージしていただくと、はい、まああの 豊かではないですけど、うんうん、まあ普通にギリギリ暮らせるかな？っていう数字だと思うんですね。ええうん、で、友達とあの食事にたまに飲みに行くってこともできるだろうし、映画も見れるだろうし。し、えー、洋服だって高価なものでなければ普通に買えるだろう。と、うん、だ。今は本当にそういうものを日々あの。どうしようかなって。お昼ご飯500円のランチ食べられないよな。うん、300円の弁当にしとこうっていう。世界から、はいええ、そういうことにあんまりき。 あの普通に消費ができるラインに上げていくっていうことがあの必要なんだと思うんですね。うんはい、本当ですね。だからそれをやぐらいやるのがあの政府の役割だろうと思うんですね。普通の人が普通に、え。ー 食い詰めて暮らすんじゃない生活をどうやったら送れるのか、うんはい、確かに総合設計ですよね、はい、なんかお医者さんにかかったらその例のさっき渡辺さんがおっしゃった調査でお医者さんにかかったらアウトになったっていうような方もいらっしゃいましたからね、うん、まあそんなような状況ですが、えー、とあの石渡さんあの日本ってやっぱ正社員とまずパートナーさんもものすごくありますよね。やっぱり日本の場合はあの パートアルバイトの方と正社員の方の時間あたりの賃金水準が4割以上下がるっていうのは現状だと思うんです。これは外国と比べても日本は一番大きいようなことになってますんで先ほども言われましたけど最賃を中央最低審議会任せにするんじゃなくてやっぱり政府としてですね 最近はどうあるべきかっていう論議をするってことがあのうう欧州とかは均等待遇も非常にしっかりしているということもあって、えっと、正社員とパートの不合理な差が非常にわりと少ないとそういうようなこともありますので、えっと、そのような形も含めてあと住宅とか教育費とか私たちが本当に普段かかっているものもどうやったら それで出せるのかとかと、まあ、本当に総合政策が今日の話を通じて出てきてしまったなというふうに思います。まあ、そんなようなことでえもう一回ぜひこの物価の異常な急騰え、まあ、緊急事態ですよねそれに見合ったような最低賃金の引き上げのための審議会を開いてほしいというような形にだんだん話が向いてきたと思います。<laughs> ということで、えー、と最後にあのこの,あの、えー、番組では 出演者の方々を一人一人に全体はこうだよとだけどじゃあこの番組見てらっしゃる皆さんが明日からできること誰でもできることそれを提案してもらうという本日の提言というのをしていただくことになっていますが皆さんからちょっとそれをフリップ出して書いてみていただけるとありがたいと思うんですが説明してみてください。 今ですね、今、その再改定を目指して、ネット署名を集めています。ですので、まず、ネット署名に協力していただきたいと。で、最低賃金大幅引き上げキャンペーンと検索していただくと、我々のサイトが出てくるので、そこでネットカフェ署名が書いてあります。 よよろろしししししくくおお願願いいいまますす、はい、ぜひ署名次市別谷さんいかがでしょう今やっぱり物価がかなりの勢いで上がってますんでやっぱりあの物価以上のお最賃の再アップっていうことが必要だろうと思いますんでこれはまあ,あの最賃がさらに上がっていくと経営者としては大変ですけどただ社外的に見たらそういったことが必要なんだってことを、うん、まあ経営者としてもやっぱり考えて 対応しないといけないと思いいいいいとととけ思まますすはい、ありがとうございます大きい経営観で見たら最低賃金からの解決もとっても重要なんだというご指摘だと思いますがそのためにはこの番組で何度も指摘があったように社会保険料とか中小企業の体力をちゃんと支えるような政策を合わせて打っていくことが不可欠ということになると思います。ははいいそれでで渡辺さんいかがでしょう、はい えー、やはり私は人間らしく働き暮らすために声を上げようということで川蔵さんおっしゃってましたけれどもネット証明もやっていますので一人一人がたくさんの声を上げることが必要だっていうふうに思っていますのでよろししくお願いいいまますす、はい、ありがとうございます何を言っても無駄かなっていうふうに何となく思えてきてしまう私たちですけれどもこれは私たちの暮らしの問題です人権の問題でもありますそれからいい経営いい経済を作っていくための問題でもあります。 ということで皆さんぜひ今のお三方の提言をいたしてちゃんとした最低賃金を、えー、復活させていきたいと思います今日はありがとうございました皆さんありがとうございましたありがとうございました